本日ラストの配信になります。はい、今日一日でなんとか強盗を行けました。そうですね、強盗してすぐ待っていただきます。さっきと同じぐらい。やっぱ移動先、移動してから釣れましたね。最初のところも、まあ、切られたりはしてましたけどね。ラストですね。本当今日は終始穏やかで、しっかりと茨ひげのあたりも分かる陽気でしたね。なかなかこんな日がないですね。半年に1回あるかないかとか、1年に1回あるかないか。大体午前中だったり午後だったり、はい、今日はいいけど、なるべく一応と茨ひげは活かせないですからね。根本さん浮いちゃった茨ひげ飼ってください。多分そうすれば世界的に有名になります。茨ひげがなんと世界初飼育来た状態で。Thank you.
えたら死なないの。なんか6時間ぐらいかけて1回を巻き上げる。1すげえ時間かけて。ある一定のところで多分みんな星になっちゃう。前も巻き上げましょう。重さどうですか、前は。さっきと変わんないかな。またもしかしたらイバラがいるかもしれないって感じですかね。そんな感じはね、明確な当たりはちょっとなかったから、はい、立ってない可能性はちょっとあるかなと思って。あ、最後あまりにも当たりがないから、もう糸出しまくった。ズル引き作戦ですか。
茨ひげよけででかい餌使ってるんですけどねやっぱみんな多分つっつかれてどんどんちっちゃくなって最初にそれを食べるよっぽど数がいるのかもしれないですね。落とした瞬間当たりきてたから、はい。前あと大体いくつですか？37だから大体740ぐらいかな。はい。
全く引かないです。もう全く作成してない。深海ザメではなさそうですね。わざわざ深海ザメ狙うためにでかいに引かつけろ。やってくれない。今何分ですか？19分になるかなって。ああ、やっぱ今回も結構かかります。バラヒゲも肩落ちましたよね。やっぱちっちゃくなってて、前もっと去年はでかかったあれやばいっすよね。でかいのがバーってなる超人状態で、はい、でユーマくんも立て続けに世界記録のあれどんどん更新してったの。はい、まさかの4キロオーバー90センチ超えです。いや、あれは超えらんないっすよねあれはね、それこそ底引きやって入るか入んないかぐらいじゃないですか。こんだけ入る数がいる中で、でっかいのが食う前にちっちゃいやつが食っちゃうからね多分あのバーゲンセール状態なんじゃないですか、あの集まってる方が。あと前いくつですか？メーターで240、はい、あと480かな。
ですかね、ラスト。私たちもこの最後の一発逆転で思ってしまう。そんな、あの、帰るギリギリまでオーラ出し続けるんですか。やめてくださいよ。オーラは家に置いてきてください。あと200ぐらい。もうあと 100m ぐらいですね。だんだん近づいてます。前あといくつ？メーターで70。ああ、だいぶ近い。ついてるか。
ち上げて28分ぐらいですね。はい。さあどうでしょう。でもこんだけ長いから茨城で多分ついてるはずなんですけどね。まずまずのサイズ。もう一匹浮いてくるかな。いや、一匹だけ浮いたんですね。出ましたと。おめでとうございます。ありがとうございます。茨城ですね。